はい、おはようございます。名護署についてます。今配信の角度は名護署の横の方から、左側の壁の方から、映してます。皆さんおはようございます。はい、昨日から視聴されている方もいると思いますが、いろんな報道で内地の方でもニュースされたみたいですけれども、抗議者私たちの仲間2人がですね、まだ名護署の方に拘束されたままです。はい、早く返してほしいです。なぜかというと理由は、全く逮捕された理由はないからです。はい、昨日弁護士の方からも説明ありましたが、理由なしに捕まっております。はい、完全におかしいですよね。はい、あ、すいません、おはようございます。みんな、徳さんおはよう、コッコさんおはよう、ジュビさんおはようございます。あ、おさゆさんどうもありがとうございます。はい、北原さん、はい、まだ名護署で拘束されてますね、仲間2人が。あ、スカイさんありがとうございます、いつも。はい、今日も、早く、はい、返してもらえるようにですね、はい、警察にちゃんと私たちのこの声を伝えないといけないですからね。はい、ゲート前でも何名か残って今留守番している方々もいらっしゃいますけれども、早く仲間から解放してくれないと私たちは、はい、抗議もままならないからね。はい、頑張りましょうね。はい、うん、水谷さん一緒に頑張りましょうね。はい、私たちも頑張りますけれども、はい、皆さん の力も必要です。はい、正しい報道を拡散よろしくお願いします。あ、美咲ちゃんママどうもおはようございます。美咲ちゃんママ頑張るね、いつもありがとう。神奈川も頑張ってね。そうなんです、ワンワン。あ、そっか、北原さん、そうそうそう、柵のところに手を置いただけでどかされようとその時多分してたと思います。はい、大丈夫ですよ私。はい、まあ怒りは止まらないんでね、ちょっとどんどんお口の方がたまに悪いかもしれませんが、冷静に冷静に、まあ、声上げて正しいことを言うようにしますね。はい、はい、今日もたくさん名護署に来てます。みんな仲間をこうね、逮捕されて理由ない逮捕なんでみんな怒ってますよ。はい、あ、ランバさんありがとうございます。はい、そうですか、大丈夫です。今日も声出していきますからね、声枯れてるけど、そう、声が途絶えてしまうと、はい、名護署調子に乗っちゃいますからね、調子にっていうか、そう、正しいことは言わないとね。よし、はい、指笛も響いている、抗議、私たちの抗議始まってます。おはよう、お疲れ様。我々の弁護士が中に、設定に入りました。しっかり
サプザの、解放を求める、ことと思います。私たちの、デモ団、しっかり対応していただいております。一日も一刻も早いそこ解放を求めて頑張ってください。よーしそれでは続いて大塚さん、新連絡会してよろしいですか。はい、よろしいですか。仲間がもう一人の方、小橋川さんが挨拶頑張ってます。長子はこの不当な拘束、拉致、監禁やめてください。すぐ釈放してください。あなた方が今交流しているこの二人、我々の仲間の二人、何の根拠もなしに交流しているわけだ。でしょ、何の宣言もない基地従業員が対応を拉致した、引きずっていた我々の仲間を引きずり込んだ、基地の中に引きずり込んだ、これは事実。何の宣言もない、だから対応してくれ。公金でもない、監禁、拉致監禁だ。それを引き継いだ長女は交流の根拠もない。何の交流の根拠もない。すぐ、解放して、釈放してください。この二人を、このまま、拘束するということは、法律を違反、法律を犯していることになる。そうだ。いくら法律を犯しても済むんだ。いいか。分かっているでしょう、あんた方は。ただのメンツのために交流を続けてるんじゃないですか。何の交流の根拠もない、対応でもない。あなた方は法の公平性、それを犯してる。岸本議員には何の許可もないのに、何の定めもしないのに、不当な拉致を引き継いで交流してる。基地従業員が不当に引きずり込んだその行為をまだバックアップして続けている。それがあなた方がやってることじゃないですか。ただし釈放してください。そうだ、そうだ、早く返して。今のままやったらただ法律を犯し続けるという。ちゃんと法律を守ってください。いいですか。そのまま真っ直ぐ、あそこを前に行ったらすぐ前に行く。長野翔、あんた方は本日を守れ。仲間を返せ、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 仲間を返せ、返せ、二人を返せ、二人を返せ、直ちに釈放を強いる皆さんに、はい、法律守れ、法律守れ、法律守れ、返せ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 、二人を返せ、二人を返せ、直ちに返せ、直ちに返せ、市民を返せ、市民を返せ、人間を返せ、法律守れ、仲間を返せ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 、人間返せ、人間返せ、自由を返せ、自由を返せ、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 仲間を返せ、返せ仲間の2人、我々は全力
県民バカにするな。お仕事ありがとうございます。今日私たちの国会議員団が沖縄防衛局へ、そして県議団が県警に昨日の不当な行為について抗議をして、そして説明を今求めているんだと思います。しっかり私たち現地と、そして議員団とも連携をして、一刻も早い私たち仲間の二人の釈放をこの場で強く求めていきます。よーし、監察庁中村館長、ご挨拶をお願いします。逮捕に抗議し、そして二人の身柄を解放させるために緊急された皆さん、山城で徹底的に抗議しながら、ぜひとも山城の命を取り返し、私たちの運動を潰すというような状況の中に対して徹底的に抗議しながら、ますます戦いを強化していこうじゃないですか。そうですね。我々の戦いを。そうですね。はい。すれば、そのこと、我々は結束を固めて。そうだよ。この、この新基地建設は絶対に止めていく。はい。わかりました。あかね、あ、レストバー。あかねママ。はい。昨日を取った。だこそ警察署の見て米兵に拘束させて知った、このことを絶対に。そうだよ。今こっちにいます。パートに警察立ちにも乗ってた、この人わかるでしょ。この人ね、わかるよ。写真載ってたわ、こいつも。はい、そうよ。ということで我々は話聞きなさい。釈放してもらうように要求して、みんなで中に入りましょうか。話を聞きなさい。県民の要求は無視し、そうよ、いつもの賛成金を入れていく。あなたかけた話がどこにありますか。そうだよ、これこそ、あなた方はこの岸本直也さんの話こそ報道してほしいですよ。あの内地の方で、その前に安全安心な町を作ろうということを掲げて、そういうことをしてください。何がお互い市民の安全安心を守るためにやっている、そういうことを掲げながら、市民の逮捕するの間違ってるよ。逮捕する相手間違ってるよ。最先端の一部の人間を囲いして、父から逆に逃がすという、そんな馬鹿げたことまでやってる。おかしいよ。長野県職の皆さん、あるいは首脳隊の皆さん、頭が空っぽになるんじゃない。ちゃんとした沖縄県民の意思表示をみんなで確認しながら、一緒になって戦っていくのが俺たちの仕事じゃないですか。中の方が何言ってんのかな、工事。そうすることによってしか町の安全安心な町は作れないんですよ。こんなことを無視して誰が安全安心な町になるんですか。私は早急に起きる、すぐ解放しろ。あれ、あの後ろでさん、頑張れ。後ろの工事何してるの。後ろの工事頑張れ。おはよう、お疲れ様。聞いて聞いて、後ろの工事何やってるの教えて。全然な形で落ちて、警察の人、警察の人、あれ、後ろ何やってるの。工事まとまって、お話してくれないの。あなた方が頑張って。やった起きろ。話しかけたけど、後ろに頑張りましょう。話してくれないみたい。あの、中村会長でした。ありがとうございます。
後ろのさ、工事何してるの？県民の命と財産を守るべきであります。お兄さん逆のことをしてはならない。しっかりと県民の人権、尊厳、もういいよ。じゃあ普通の話してるのに米軍の言いなりにならない。友達にならないみたいですね。今回の件は明らかに不当。そう、ちょっと後ろ見てくるね。なんか工事みたいな、なんかわかんない。後ろ、ま、回ってみますね。私ね、お疲れ様です。じゃあちょっと名護署の横と後ろですね、行ってきましょうね。北朝鮮みたいだぞ。名護市は北朝鮮か。だからさ、ちょっと20代のさっきね、警察の男の子だったから普通に話してみたけど、やっぱり話しないみたい。まあいいけどね。おはようございます。おはようございます。おはようございますは今の人してくれよった。はい、かわいい犬さん。おはようございます。はい、そうですね。すいません。そうなんですよ。だから警察が早くね、あの理由ない逮捕なんでではあるので、本当に現場ちゃんと見てるんで、私もやりたいんでしょうね。もう本当は私たちもこんな難儀したくないんですけどね。すいません、ご迷惑もおかけしつつ。でも、はい、住宅は部署を作ってないけども、ね、堂々とはできないもんで、わかりますよ。基地があると、ね、そう、あとは北朝鮮から基地を攻撃された場合はもうなかなか避けられんよね。そうした場合はもう沖縄のことが基地あるってことはどこからでもよくない。こっち攻撃するタイプ。まあね、そうなんですよ。どこにでもそうするのは沖縄ですよ。だから何が何でもね。そうそうそう、どっちは、そう、あの生きてる間は変わんけど、やっぱり子供たちがね、はい、そうです、そうです、今からの、うん、もうだから大変ですよ。昔の、あの、なんていうの、あの、昔の議員の、あの、はい、瀬長亀次郎とか、はいはい、よくご存知じゃないですか。あの、はい、沖縄のツアーも、そうです。あのぐらいの議員じゃないと、ダメだよ、はい、今の議員が。そう、だからもう、議員よりも私たちが動かないと、大変ですけど、すいません。瀬長亀次郎とか、なんていうか、いろんな、もう、いたでしょ、うん。あのアーゴン将校さん、将校さんとか、ズケラン将校さんとか、ああ、あの子がいるの、はい、背中かみ上さめしますごい、うん、ああいう人がいね、なかなか議員いないからね、はい、までアメリカにも逮捕されてても、そうですね、もう、はいはい、よろしくね、一緒にお願いします。今ちょっと名護に住んでいる犬の散歩中のお母様と少しお話ししましたけれども、やはりそ一応娘さんがキャンプシュア部にも働いているという、そういう、まあ、いろ、まあ、沖縄あるあるって言ったらあれだけど、沖縄に住んでいる現状の人たちもいるけど、本当私基地反対だよっては言ってましたね。でもなんか朝鮮だった、なんかどっか北朝鮮に攻撃されたらって言ってたから、いやそれはちょっとと思ったんですけどね。今、まあでも人それぞれの意見があるから、まずは話を聞いてあげて、でそれからまた話せばいいけど、私今初対面だったんでね、あんまり突っ込めませんでした、はい、でも基地反対だよってははっきり言ってましたね。あの運動はできないけども基地反対だから頑張ってよって言ってましたね。はい、じゃあ、こっちですね、名護署の裏側です。ここが名護署の裏口になります。で必ず一人、警備がついております。で多分この機動隊の中に、まあ、休憩交換で今何名かが待機していると思います、機動隊の人たちが。でですね、
さっき、こっちが駐車場ですね、後ろの方の、はい、でいつも今日も、お坊さん一緒にゲート前で行動しているお坊さんもいます。でですね、後ろの方にですよ、業者さんがこう工事でこの鉄のこれ見えますか、これこの鉄のこれをさっきトレーラーというか工事の車から下ろしたものだと思うんですよ。警察が出てきましたね、裏口から。これ、名護署の裏なんですが、これもな、まあこれをまたね、私たちの何か排除に使われなければいいんですが、まあ一応何に使うかはわからないんですが、まあ確実な情報あれではないんですけど、これが下ろされてきてますんで、一応まあ注意しつつ写しておきますね。はい、これさっきこの機材が置かれました。あ、おはようございます。これって今からなんかあれですか、建物あれですか、工事したりするんですか。ああ、教えない、教えられない、はい、教えられない。ああ、そうなんですね、教えられないって言われましたね。はい、まあしょうがないですね。こっちがまあちゃんとチェックすればいいんで、まだ反応してくれたんでいい人ですよ。はい、ありがとうございます。ちゃんと受け答えしてくれるからね、まだいいですよ。どうで見えますか、遠くの方に入り口があるんで、ちょっとだけこう私たち仲間の人たちの顔も少し見えます。うん、今の警察のお兄さんはまだいいですよ。声 かけたら答えてくれたんでね。はい、そうそうね、これなんかなんていう、入り口の方とか裏口に、まあ、私たちの抗議を邪魔するような形で使われなければいいですね。だけどなんかこれ足場みたいな感じだから、なんていう、そう、建物とかにあるなんか足場組んでからやる作業のものだとそんな感じがするので、まさかとは思うんですけどね。みんな、建物の中に向かってひろじさんともう一人の男性の方にエールを送ってますね。はい、じゃあ今の時間の裏口でした。はい、じゃあまあ変わったことは何かこの足場みたいなのが材料が裏口に置かれたっていうことです。ひろじさんたちどこ側にいるのかな、建物のね。今何してるかな、今のうちにゆっくり眠って休んでてほしいですね。と思いますよね、みんなも。まあ、あんまり業者さんの顔は映さないようにしないとね。はい、じゃあ
入り口に移動しますね。はい、名護署の裏側はこんな感じですよ。すぐ近くに海が見えますよ。はい、金秀と下尾もすぐ隣ですよ。で、講義中はトイレ警察が使わせてくれないから、金秀さんとかコンビニとかお世話になってますよ。そうですね、はい、今、横側の方から、はい、撮ってます。あ、ゆきちゃん、おはようございます。ゆきちゃん、元気ですか？ありがとうございますね、いつも。はい、はい、ありがとうございます。あ、お茶も皆さんありがとうございます。はい、なるべく目で追ってますよ。お茶もありがとうございます。中垣さん、お疲れ様です。あ、はい、きなさん、おはようございます。きなさん、お疲れ様です。そうですね、今日も相変わらず顔が全く見えません。サングラスとマスクをしててですね、顔を堂々と見せて仕事してほしいですよ。はい、自信があるなら、ね、逮捕する理由もなしに逮捕するっていうことができるぐらいの自信があるなら、マスクとサングラス外してほしいですよね。はい、本当にもう。多分なんとなく、沖縄の人じゃないかなって思いますね。なんとなくですよ。直ちに釈放しなさい。北朝鮮みたいだぞ。法律も持ってください。お前らグーだったぞ。見てたぞ、県民は。
全米茶屋とグーだったわけだ。ちゃんと真実と真実を流してますから。写真も撮られてるぞ。みんな分かってます。残念ながら分かってますよ。沖縄県民見てますよ。私も沖縄ですよ。沖縄県民は不登校を即して心が痛まないの？自分は悲しいよ。無視もされて悲しいよ。嫌なや。はい、じゃあまたあれね、みんなもし名護とか通ったり時間がある人とかはね、みんな来てね。はい、来れる人無理しないでから、来れそうな人はおいでね、待ってるからね。はい、はい、いつもこうやって支持する人は後ろにいるわけさ。この歌を歌ってお互いに激励し合っていきたいと思います。皆さん、手を振ってください。県警はマスクを外せ。歌を歌うと中だよ。県警マスクはおかしいよ。そう、堂々と仕事しなさいよ。自信があるなら顔を出して。仕事に誇りがあるんだったら顔を出してよ。光をも許します。沖縄よ、はいはい。我らの祖先の地と汗をもて守り育てた沖縄よ、はいはい。我らは沖縄よ。前に来てます。仲間よ、頑張れ頑張れ。仲間よ、頑張れ。あんた方の代わり一人一人用事が来てきてるんだよ。
正当な理由ができてるんだよ。そうだよ。お客さん入れないのか、警察は。行動してください。あなた、我々の警察官を出さないでください。警察官の
本当に必要なアラフラー毎回こうなる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  OK ありがとう集団してください本当にお前よいしょあ、マイクマイクマイクうるさいぞマイクどうぞ道路交通法違反よりひどいことしてるのは名護警察署でしょう。はい、こんなこと言うのはなかなかせこれね小さくなるとね何が道路交通法違反だよ理由なく逮捕してるのはおかしいよ沖縄のお父さんたち怒ってるんだよ説明責任があるだよ。出てこいだ。出せ。ああ、やけやかでや。やけこや。下がってランドブルを入れなさいや。ありがとうございました。正解の先は誰？サブリサンキョ。まだスピーカー来たか。はあな。何やっとるんだ本当理由もないで逮捕できるくらいだのにおかしいでしょ何が交通法違反だおい負けじれ沖縄の警察しっかりしろ恥ずかしい同じ沖縄県民でしょうがあなたたちね、道路交通法違反とか言ってますけどねそんな道路交通法違反いかなる法律よりも憲法は上なんですよで、これは憲法21条表現の自由に基づいてやってることで、山城さんその他1名のあなたたちが不当に拘束した仲間を書いてと提案に来てるだけなんだよたまらないじゃんよ山城ひろしさんあと宮古の仲間聞こえてますかひろしさん今ゆっくり休んでてくださいね僕たちがやりますんであなたたちを解放させるまで僕たちは、ね、ずっとここでやり続けますんで野党警察や、ね、憲兵隊や天職なんかには負けないことはもう100も承知でしょ諦めないですよもうね僕たちね野党警察署の皆さんね山口さんどうしたらこんなことになるっていうのは最初から分かってたはずですよね本当にあなたたちが日々油を注いで行為をやってるんですよそういうことを自覚しなさいよ早くやめてほしければ車両出ます道開けてください車両出ます何がピー道開けてください何がピーよ見てるよバカじゃないか本当に本当にこの時代を早く収めたければ名護警察署の大城正人早く山城ひろしさんとその他一名の仲間を解放すればすぐ早くなんだよ大きな音を出さないでください。やっ、大変迷惑となってます。仲間を返せ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 。仲不当拘束やめろ不当拘束やめて不当拘束許さんぞ不当拘束許さんよ不当拘束許さんぞ不当拘束許さんよわっしょい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 拘束やめろ
逃げるな。もちろんマスターさ。逃げるな。どうぞ逃げるな。こちらは名護警察署市民より10時11分の警告です。名護警察署から勝手に通報します。大城正人君、異常運転と脱行為は民衆民の運転を同じでしょ。民衆民は小さなお子さん、赤ちゃんが寝ているご家庭もあるはずです。さっき隣の人と会いましたよ。隣のおばさんに会いましたよ。名護の隣のおばさんに会ったよ。電気を使用し大きな音を出す行為は一番の音を出すのは一番の音を出すのは電音を大きな音を出すのだ。さっとそこに出てきて皆さんに謝罪して、何事も考えて行動しているのか。大きな音は出さないでください。名護警察署発射する。パトカーの後方、正当な抗議、マイクを使うのというんだから私たち県民市民を中に入れろ。中に入れろ。誰を排除してるんだ。こんな時にだけ赤ちゃんが使うな。入っていかん。赤ちゃんがかわいそうだわ。何が小さな赤ちゃん。名護署かゲート前でやってることは何か。さっきこっち向いてたでしょ。こっち向け。何なんだ。どうだおい。こうすれば静かになるわさ。警察に用事、今日は用事があって。お前の方がうるさいんだろうか。どうだおい。正当な抗議だ。逆。こっち向きなさい。さっきこっち向いてたでしょ。みんな静かに。おい。パトカーから出てきなさいよ。私に解放しなさい。厳重注意。誰やのゲートさんのは。どうだよ。パトカーから出てきてから話して、声聞こえるよ。はい、回るな。上司たちがかわいそうでは、若い警察の方が。一般車両とパトカー通ります。さっき女の人がカバン持ってくれた。クニコさん、ありがとうございます。見てなかった顔まで、すいません。小長クニコさん、今日も来てます。クニコさん、顔を出しても大丈夫？ついちゃって、いや、いいよね。いいですよね。クニコさん、今日も来て。いや、全然いいよ、もう。おーとか、クニコさん、今日も来てくれてます。はい、そうだ。ここで頑張ってるからね。全国の皆さん、ありがとう。県議会議員の断固として私たち頑張るので、仲間のお二人に元気に頑張りましょう。恥を知れと。はい。名護署はペノマークに自身をみんな仲間を着用してください。安全、皆さんが着用すれば私たちもこの高知の親を守って安心安全どこにでも行きます。ありえないかね。はい、そもそも今回の米軍による拘束、はい、とても県民は納得できるものではない。はい、昨日も副署長に話した通りだ。捕まらず、もう逮捕させる。はい、謎の被害人が、はい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 、私たちは小長久美子さんはじめ、はい、力強い議員さんがいますんで、はい、頼りに。手袋の仕事が来るんでしょ。いつも元気もらってます。ありがとうございます。はい、はい。
今133名が、はい、見てます。あっちはもっと533人が500だから600ぐらい。アメリカ側の弾圧そのものです。狙い撃ちだ。皆さんここに警備に立っている尾長久美子議員はね、毎日いますからね。はい、あのような理不尽なやり方を水袋議員としてね、納得はしてないだろうと思う、はい、もう頼もしい限りでございます。沖縄市の魂があるならば、はい、新里米吉、こういう米国のやり方に皆さんだってこれでいいなどと思ってはいないはずだ。そうそうそう、そうなんですよ。嬉しいですね。議員さんがいるとやっぱり心強いです。はい、名護省や沖縄県警は我々の次が残った行動に高速装置、みなちゃん、みなちゃん、ごめんね、初見かな、みなちゃん、今、沖縄なんだけど、あんまり、いろんなところでニュースされてないんだけど、警察がさ、理由もないさ、理由もない、普通の県民に、県民、理由もなく、逮捕したんですよ、ざっくり言うと。はい、でまあ、一応ちょっと今、いろいろ、あるんだけど、簡単に言うと、理由のない県民を逮捕したの、はい、それに対しておかしいでしょ、普通に家族の人がさ、理由もなくさ、警察に逮捕されたらね、許せないさね、だからそれでおかしいでしょって私たちは言ってるんだよ。はい、その下請けを沖縄県警がやらされている。皆さんはこれで憤りを感じないのか。名護署長、すぐに釈放せよ。仲間の2人釈放せよ。とてもじゃないけど法律には運用の仕方があるはずだ。むしろ名護市の市会議員こそ拘束されるべきだよ。あのように市内に深く立ち入った者は拘束されない。あれこそが拘束させるべきだ。あ、みなちゃん、ありがとうね、またコメントしてくれて。そう、おかしいでしょ。これを県民が納得するわけないでしょ。法律に賛成派と反対派を分ける法律はないはずだ。だからこんなおかしいことがさ、もっとさ、ニュースされるべきなのにさ、そう、あんまりされてないでしょ。みなちゃんどこに住んでるか分かんないんだけど、そう、だからみなちゃんの地元でも広めてね。このことに抗議するのは今の警察がおかしくなってきてるよ。ちょっと足を踏み入れたら逮捕せよというのは、拘束せよというのは、これは法律の運用としてもおかしい。警察は法に基づいて行動してるはずだ。その時に運用の仕方もある。問題にならないほどのことで拘束されて、皆さんが、皆さんありがとう、取り調べをする、ありがとうね、とんでもない話です、はい、こういうことが、毎日起こっているからね、沖縄は。はい、もしよかったら、はい、我々の応援を頑張ろう、してください。ありがとうございます。すみません、刑事です。ちょっと連絡します。先ほどパトカー出て行きましたけど、周辺、駐車してる方、気をつけてくださいね。駐車や切符、警戒してください。いじめです。孤独な人なんですね。いつも警察はこんなことばっかりしかしない。決して許してはなりません。許してはならない。不当拘束を許さない。続きます。立派な最近、刑事です。よろしくお願いします。抗議行動に参加されました仲間の皆さん、大変ご苦労様です。私は社民党の県議の新田と言います。ドミノスから、駆けつけてまいりました。よーし、今まで、ね、抗議行動に参加しましたけども、今日の新聞見てもご存知のように明らかにですね、これは米軍当局が意図的に
追われる仲間をですね、基地の中に引きずり込んで逮捕して自ら拘束するというように、それと沖縄県警で、特には安倍総理のですね、これで沖縄県民に対する不当な弾圧だというふうに私は見ております。皆さん、私たちの沖縄の基地は、特に普天間基地などは地元の市民が収容所に、あ、木田さん、コメントの説明ありがとうございます。はい、ゆきちゃん、ありがとうございます。あ、皆さんもありがとうございますね。はい、初見なのにこうやってすぐコメントをしてくれて、はい、どうもありがとう。そういう基地を今新たにですね、大隊施設だなどとふざけたことを言って、この強盗、アメリカの強盗に日本政府は手を貸して私たちの土地を、そしてあの横断を売れようとしている、こんなことは絶対許せません。私たちの祖先からのかけがえない土地をですね、奪い取って、そして戦後70年間も新たなまた基地を、繁栄中的な基地を作ろうとしている。そう、今、ね、今だけの問題じゃなくて、私たちの先祖先祖からも続いている、そして今中東でですね、世界中でテロとの戦争などという、こういう嘘吹いたことを言って今戦争を仕掛けている、その最前線として沖縄の新たな辺野古新基地が使われると言っている。これに安倍総理は集団的自衛権行使ができる、そういう暴走する戦争国家に突き進んでいる。今安保法制などといってですね、これまでの平和憲法の下での日本のありようが全て根底から崩されるとしている、こういう国家権力の下に動いているのが沖縄政権、県議会と米軍、そしてその総区となっている名護署、絶対に見してはなりません。皆さん、私たち沖縄ですよ。戦後70年間どんなことをされたと思いますか。米軍は交通事故で人を殺しても殺人をしてもアメリカに逃亡したり無罪放免じゃなかったですか。こんなことを許しているのが今の安倍政権であり、そしてまた皆さんその手下となって公務員だからしょうがないかもしれんが、しかし人間たちでの心を持っているんだったら、私たち県民同士こういう対立を煽っている権力に皆さんは従う必要はないんじゃないでしょうか。私は沖縄市同士こうしてですね、いがみ合い対立させているその後ろに隠れている、この権力者に対してですね、皆さんはしっかりと分かることが大事だと思いますね。皆さん若い、仕事がない、だから警察官になったかもしれないし、中にはたくさんそういう基地の従業員あるいは自衛隊に行っている若い青年たちがいます。しかし皆さん、その背後にはね、皆さんに操っているこの権力があることをしっかり分かってほしいですね。私も28歳9歳の息子がいますけども、やはり若い皆さんがですね、私たちの先輩あるいはおじおばたちがどんなに苦労したか、ということをですね、分かってもらいたいですね。ここにたくさんの戦争体験者もいらっしゃいますよ。あるいは皆さんのお父さんお母さんに匹敵する年の方々もたくさんいますよ。戦後70年間も沖縄いじめられて、馬鹿にされて、探されて、これは皆さん認めるんですか。私はこういう長所のやり方、沖縄県警のやり方、米軍のやり方、絶対に許してはならないと思います。仲間の一人即時施行すべきです。はい、沖縄県民がですね、このぐらいのことで
続けると思ったら大間違いですよ。そうです、そうですよ。どのくらいの方でですね、あるんですよ。皆さん、克服すると思いますか。私たち今度、2月定例会始まっていますが、おさらく、議会の場で、県警本部長、とことん、この不動産を人を見て、法律を適用するなどという、法治国家に、あるべきかかる、こういう行為に対して徹底的に糾弾します。皆さん、最後まで、この不動産を、うちの浜市の誇りと尊厳にかけて、戦い抜いて、奪還しましょう。頑張ります。はい。社民党西田議員で元気になりました。ありがとうございました。引き続きですね、激励の呼びかけをお願いをしたいと思います。統一弁の立村代表に行きますのでよろしくお願いいたします。参加者の患者さん、大変ご苦労様です。名護署の署長に告ぎます。二人を即時に釈放せよ。皆さん早く返して、公務を投げ捨てた警察、どうだよ、県民の安全を守らない警察、法律を全く無視し守らない警察、こういう警察はいりません。政治の皆さんにお願いします。こういう警察予算をばっさり削っていらない警察庁は閉鎖すべきです。名護市の議会議員、岸本議員と直接当日電話しました。どこから入ったのかと聞きました。ゲートから入ったと、止められなかったかと聞きましたら、止められなかったと。そうだよ。で、堂々とゲートから入って、キャンプ場の駐車場に駐車をして、歩いて出てきた。で、抗議行動を妨害する。それに対して抗議をされて逃げたんです。どうやって逃げたか、徒歩でゲートに入っていったんです。あの時に警察官に何か対応しないかと言ったら、公務で行ったんじゃないですかと、そう言ったんです。ありえない、それどころか再び車に乗って出ようとする彼を止めたんです。そしたら U ターンさせて彼を守ったんです。警察も米軍も、その後に堂々と他のゲートから出ていった。これが実際に行われた不当な扱いなんです。皆さん、こういう警察、米軍許せますか。絶対に許せません。同じように守ってよ。もう一度言います。所長は岸本直也だけ守らんで、同じように県民も守って。絶対許さない。皆さん、最後の最後まで2人を取り戻すまで、私たちは団結をして、さらに団結を固めて頑張りましょう。ありがとうございました。統一連代表して、中村代表幹事でありました。それではですね、ネーネーズを代表して、ハンバーグからありがとうございます。お願いします。おはようございます。ありがとうございます。本当にね、今朝私一番に最も良心的な大手の出版社に電話をいたしました。友人がいるもんですから。そしたらテレビに見てびっくりしてると、で、一人でもさん、自分たちができることを東京で展開していくと約束してくれました。本当にね、このね、この何ですか、まさに安倍軍事政権のあなたたちこっちですか。日本は今とんでもないことになっていますよ、ね、本当にどんどん軍事化が進められているんです。日本中の造船所では軍艦が、それから、重工業関係の会社では戦車がどんどん作られています。とんでもない。そして安倍が狙っているのは軍事政権ですよ。あなたたちはその先手です。あなたたちが逮捕すべきは逮捕でしょ。 それから私たちを突き飛ばし検討させている機動隊員、この人たちこそ犯罪者です。
私たちは正当なことを主張しているのです。軍事基地はいらない。これは平和の一番の大きな願いです。それこそ世界中の人が共感するものです。世界中の正義が基地はいらない。これは当たり前じゃないですか。私たちは当たり前のことを言っているだけです。当たり前の表現活動をしているだけです。これは憲法にも保障されています。あなたたちがやっていること、ナムソがやっていること、米軍がやっていること、これはとんでもない世界の人々に裏切り行為です。まさに軍事政権がもう始まっているとしか思えません。あなたたちがやればやるほど私たちは団結します。この後もバスでどんどん来ます。あなたたちに私たちは絶対負けません。正義は必ず勝つのです。あなたたちは今からでも心を変えなさい。悪徳警官になってはいけません。あなたたちのお父さんやお母さん何を教えましたか。正義のために警官になれと言ったんじゃないんですか。あなたたちも正義のために警官になろうとしたんでしょう。手をいらないっていうのは正義のことです。あなたたちやっているのは正義を潰している、そして良心的な市民を抹殺しようとしている、とんでもない犯罪ですよ。今からでも心を変えなさい。レネーズ加賀さんでした。ありがとうございます。力強いメッセージありがとうございました。それではあの東京の内南中、一つの関東ブロックで、平和運動を東京で頑張っておりました。最近はまた、こちらに戻ってきてですね、ゲートを頑張っております。上原善信さんから一礼の言葉をお願いします。あ、お集まりの皆さん本当にご苦労さんです。私は皆さんに説教することはないんで、ここに立ってるお周りどもにちょっと言っておきたいと思います。お周りさん、あんた方はね、自分たちが何やってるか分かってやってるのかっていうのが一つ。もう一つは、新聞によると、山城さんは、なんかその、基地の警備員たちに、選手を仕込まれて、基地の中に引きずり込まれたっていうのは、写真付きで報道されてて、なんで、外から中へ取り込んだ人を、見てるから目の前で変速法違反ということになるか。第一、変速法って日本の法律で、おかしい、日本の警察がやることで、おかしいって言った方がいいよ。英語でそんなことをやるっていうのは日本の主権に対する侵害ではないですか。これは国際問題だよ。理由ないのに逮捕するって、そういうことをありえんさ、名護署の、ね、お巡りさん、皆さんは分かってるのか分かってないのか。分かってるけど我慢してるのかな。私はうちのあんちの先輩として、君らにそういうものの道理を教えてやらなくちゃいけないなと思ってこうしております。だからよ、考えなさいよ。あなた方もあのね、この違法なこと命令には私たちはもう従えませんよと、あなたの言うことはしてませんと、まあその所長に言うか県警の偉い人というか、あたまた言いなさいよ。あ、警察官がストライキをしてもおかしくはないんだから。そうだな。私は私を知らなくて、こちらの警察官がやっぱりね、知事も基地は反対、市長も基地は反対ね、もうその県警の社会では基地反対派の人口者がみんな当選して、基地を作ろうっていうやつはみんな追放されてる。こういう状態を警察官職員も一人一人自分で考えなくちゃいけないと思いますよ。それでやっぱりね、上からの命令にいいダクダクと従うから戦争というものが起こるんです。これはね、一人一人が公約に対して、あなたそれは間違ってます、私はその命令には従いませんと、これをやれば世の中は平和になっていきます。そう、頑張れ、はい、頑張って。いろいろあると思うけど頑張って。
それでね、署長に言いなさい。同じ沖縄の警察、警察の人、いろいろあると思うけど、頑張れ。名護署長は、あくまで、その、公務を続けたいっていうなら、沖縄の、沖縄生まれの警察、警察の男の子だったら分かる。署長は雲の中に隠れてて、君たちをロボットみたいに使うという。沖縄の心忘れたらダメよ。俺は許されないよ。以上です。はい、終わり。いやいやいや、立ち入り禁止なの？いや、車が通るの。いや、立ち入り禁止なのって。車が通るの。まあ、今通ったらどこよ。立ち入り禁止なの？立ち入り禁止なの？立ち入り禁止なの？いや、立ち入り禁止が、こっちは。おい、おい、おい。仕事だから仕方ないと思うけど、間違ってることはちゃんと言って、あの上司にちゃんと言う勇気持って頑張って。警告法適用されるんかね、こっちは。おられが税金払ってくれ。中村さん、警告法でやられる。引きずり込まれるよ。暴力はしていけないよ。渡さるしね、草むゆう、渡さる花ん咲くさん、渡さる花ん咲しゆさん、やんごんすんおやきょうでん、かっぽうしゃいきのまつになき、シルボンケモンモルネラン、スピシャカディクラチャンヤ、ウンジョンワンニン、ジャンワンニン、カンポヌベヌクサ、カミンホトキンサユララン、春やかなみじんならん、春やかなみじんならん、やわやかじのおとばし、せんこかたみてびかって、うちひっちむたばって、しむやまくとずやたしがや、むじゅんわんにん。皆さん、落ち着いて、こちらの指示で行きますので、こちらの指示で行きますよ。大丈夫ですよ。やんわんにん、かんぽぬけぬくさ。ところどころしかちょっと私もわからないけど、文章でしたら、はい、多分沖縄戦の、元にしながらの、沖縄の気持ちの歌を表現、だと思います。昔からの歌ですよね。なしごん生まれて、めにんなし、ちなんさんなん、ちなんび、愛の中に笑んじゃう、はい、笑いびちじち求めるさ、ほんじょんわんにん、じゃんわんにん、かんぽぬべぬくさ、平和なきからひくつしか、ワンちゃんマギサナティウシガイアンダッタルヤマシシヌワガクフムユルウトウミ
飛んでおもれ夜の夜方巫女は言ったウンジョンワンウンジャンワンウンカンポールペヌクサワウヤバタルハヌカンポイクサワシマバタルハヌカンポワシマバタルハヌカンポマリカワチンマシラリユミサーガマリカワチンは忘れられないんじゃからウラディンクヤディンアキヤランシスンマキデイグンサナオンジョンワンニンジャンワンニンカンポノペノクサ私たちが願っているのは平和な世の中です。平和な世の中を願って活動している我々仲間のお二人を引きずり込んで監禁しているその続きを引き継いでいるのが名古屋不当な行為をねもう直ちにやめなさい。早くやめなさい。これ以上監禁を続けるということは法律を犯すことになるんですよ。犯し続けるそういうことはなりません。直ちに釈放してください。我々の仲間二人頑張っています。一緒に頑張りましょう。平和を取り戻すため、ね、頑張りましょう。頑張りましょう。よし、当然私たち南部署の前の行動は、即時、釈放を求めて、そして中にいる2人に、みんながついてるし県民がついてるし元気で頑張るぞというふうなエールを送っています。当然、まあ、もう法の中では、これは、ここですぐ釈放というには当然なりませんね。一旦は、検察で判断しなければなりません。で車両が、まあ、午後あたり出るかもしれません。そこは当然、私たちは止めるということはしません。行ってそこで今回は不当な逮捕なんだ交流の延長すべきではないとすぐ判断されるでしょう。そこで釈放という形になるでしょう。ですから、今後ろの方に、まあすぐ釈放というメンバーも、行っています、車の動きがあれば出る分については当然、出さなければなりません。そして、そこで不当な行為だったのが、明らかになって私たちの仲間がすぐ解放されるでしょう。そういう説明をこの場でしっかりやりたいと思います。はい、今提案で、まあ、後ろにも言ってますから、はい、2人が入っている部屋はこの右側の部屋です。一番右側からいつも聞こえというふうに情報がありますので、公共も込めて名古屋に公共も込めてこれから一周してまた回ってきて私たちここに戻ってきたいというふうに思いますので、どうぞご協力ください、はい、正当な、はい、行動です。しっかりやりましょう。はい、1です。戻しい感じで1ですいきます。バッショイ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 仲間を返せ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 不当逮捕許さんぞ不当拘束許さんぞ不当拘束許さんぞ仲間を返せ直ちに返せ直ちに返せ仲間を返せ仲間を返せ直ちに返せ直ちに返せ そうですね、不当拘束なので執行されると思うので裏口の方にも私たちの仲間が分かれて裏口にもいるので今、入り口側の方の抗議者の人たちで今この名護署の周りをですね一列で行進しております。はい、返せ
返せ。今すぐ返せ。仲間を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 返せ。直ちに返せ。直ちに返せ。ただこうやってあのねあの一列になってやっぱりおかしいことはおかしいってあの一人一人が、まあ、地味かもしれないけどこういうアピールをしていかないと、はい、正しい間違ったことが普通に起こってしまう今の日本っていう現状なので、はい、地道に粛々と、はい、やっていきましょうね。はい、住民団あつやめろ、住民団あつやめろ、仲間を返せ、仲間を返せ、直ちに返せ、直ちに返せ、仲間を返せ。あ、ちゃんちゃん、ちゃんちゃんさん、はい、頑張りましょう。直ちに返せ。不当拘束許さんぞ。不当拘束許さんぞ。不当拘束許さんぞ。はい、建物の一周しつつ裏口に来ました。さっき来た裏口ですね。続けるぞ。仲間を取り戻すぞ。仲間を取り戻すぞ。仲間を返させるぞ。仲間を返せ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 。今すぐ帰って。
不登校則許さんぞ。不登校則許さんぞ。不登校則許さんぞ。今すぐ返せ。仲間を返せ。仲間を返せ。仲間を返せ。市民だって許さんぞ。市民だって許さんぞ。県民を守れ。県民を守れ。人権守れ。人権守れ。県民を守れ。県民を守れ。仲間を返して。今すぐ返して。市民を返して。早く返して。不登校則許さんぞ。不登校則許さんぞ。不登校則許さんぞ。住民だって許さんぞ。住民だって許さんぞ。県民を返して。県民は屈しないぞ。トンズラーだ。トンズラーが出てきた。負けないぞ。我々は頑張るぞ。仲間は頑張るぞ。仲間は頑張るぞ。我々は頑張るぞ。県民は頑張るぞ。県民は頑張るよ。仲間を返せ。今すぐ早く返せ。仲間を返せ。今すぐ返せ。不登校則は許さんぞ。不登校則は許さんぞ。仲間を返せ。仲間を返せ。今すぐ返して。人なだってやめろ。人なだってやめろ。人なだってやめろ。今日もトンズラがやってきましたね。はい、この人が一番近づいたらとっても危険なことするし、はい。指示もきつい指示をします。仲間は頑張るぞ。県民も頑張るぞ。県民も頑張るぞ。県民も頑張るぞ。仲間を返せ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 。今すぐ返せ。今すぐ返せ。今私の方は入り口で、アツシのキャスの方が裏口にいると思います。遠目に見えますか。奥の方が裏口です。不登校則やめろ。不登校則やめろ。不登校則やめろ。仲間を返せ。仲間を返せ。今すぐ返せ。今すぐ返せ。不登校則やめろ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 。市民だってやめろ。市民だってやめろ。市民だってやめろ。市民やめろ。市民だってやめろ。市民だってやめろ。県民は屈しないぞ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 。我々は屈しないぞ。我々は屈しないぞ。仲
間は屈しないぞ。仲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 間を返せ。仲間を返せ。今すぐ返せ。今すぐ返せ。仲間を返せ。仲間を返せ。直ちに返せ。直ちに返せ。超高速やめろ。超高速やめろ。超高速やめろ。超高速をやめろ。超高速やめろ。やめろ。仲間を返せ。今すぐ返せ。超高速やめろ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 。中にいる仲間のお二人聞こえますか？しっかりね、しっかりみんなが、県民が、そして全国の仲間がすぐに二人の釈放、解放を求めて、今、名護署の多くの仲間が結集をしています。私たちみんなは中にいる二人との思いを一緒にして新基地建設を止める、そしていかなる権力暴力にも屈しない。はい、うちなわの未来のために、うちなわの将来のために頑張っていこう。新基地建設を止めるぞ。解放にも屈しない。解放にも沖縄防衛局の応募にも屈しない。県民の力で新基地建設を止める。何としても止める。辺野古の大浦の海を守っていこう。はい、続々集まっています。みんなが二人にエールをしっかり送ります。よし、解放されるまでしっかりとこの場所で抗議をしながら声を発信をしていきます。頑張ろう。よし、頑張るぞ。よし、頑張ろう。頑張ろう。まだはい、釈放されるまでですね、はい、声を出していきますよ。はい、間違っていることを許してはいけません。はい、皆さんもそうだと思います。はい、そしてバッテリーをつけますはい、あ、こういう時はなんかラジオに一瞬しますね。画面が揺れるので昨日習いました。ババン、ちょっと待ってくださいね。ラジオから、はい、ババン、名護警察署は直ちに私たちの仲間を解放しなさい。今回の解放理由、はい、大城さんも顔を脱ぎ出しました。はい、弁護士もそして中に入った私たちの県議団もしっかりとこのことを確認をした。交流する理由は何一つない。直ちに仲間を釈放しなさい。解放しなさい。早く返して。拘束には間違いない。今回は米軍が
考察をしましたけれども、県警もその拘束の理由をやはり欧州さんもカッパ見たから、私たちの仲間がああいうふうになるというふうな事案ではなかったとしっかり見てたはずだ。県民も見てた、機動隊も私もその場にいた。不当な拘束、不当な逮捕には間違いない。市民を、私たちの仲間を直ちに解放しなさい。県民の油断しんなさん、暮らしを守る県警、名護署の皆さん、ありがとうございます。この立ち位置に帰って、今すぐ私たちの仲間を、トンズラですよ、私たちの市民を指揮棒持ってすぐに解放してください。解放しなさい。直ちに仲間を解放しなさい。これまでも機動隊によってゲート前で多くの仲間が怪我をして、そして逮捕もされた。はい、別丸、あれも本来の逮捕要件とは中身は全然違うでしょうか。ありがとうございます。住民弾圧、住民の行動を萎縮させるような目的での拘束は認められない。直ちに私たちの仲間を解放しなさい。市民を解放しなさい。米軍は私たちの正当な抗議を萎縮させるため、私たちのメンバーを拘束をした。不当な逮捕である。そうだ、決して認められない。何度も言っている、あの名護市議はどうなったんだ。そうだ、直ちに私たちの仲間を解放しなさい。そうだ、反対派は不当にも拘束をして、推進派はやりたい放題。そんな法律がどこにある。直ちに仲間を解放しなさい。私たちの仲間を今すぐ解放しなさい。県民が見ている。皆さんも今日の新聞を見ただろう。あれが本当の、あ、やっさん、本当に拘束をされる、逮捕される案件か。不当に拘束、不当に私たちの正当な抗議を邪魔する許せない行為である。直ちに仲間を解放しなさい。直ちに仲間を解放しなさい。拘束理由は何一つない。そのことを皆さんがしっかり分かってるはずだ。直ちに仲間を解放しなさい。これ以上の住民弾圧、市民弾圧を許さない。仲間を解放しなさい。私たちの仲間を今すぐ解放しなさい。仲間を返せ、早く返せ。機関パーするな、はい、私たち仲間の即座の解放を求めて、蒲生屋の具志堅さんが駆けつけていただきました。はい、いつもですね、遺骨収集をされている具志堅さん、具志堅という具志堅さん、具志堅高松という名、はい、戦後長瀬に住んでます。はい、遺骨の収集家です。沖縄戦のニュースでも戦争で亡くなった人の戦没者の遺骨を掘り出して、うん、遺族のもとへ返そうというふうなことをやっております。私はずっとこれまで30年余り戦没者の遺骨を遺族に返そうということでやっておりました。その中で分かったことっていうのが、大事なことがあります。それは二度と戦争を起こしてはいけないということです。ですから今私がやるべきことは、過去の戦争に向かい合うことが大事ですけれども、今沖縄がまた再び戦争へ向かう道を歩まされている。それは国家によって、そして米軍によって、沖縄という島が再び戦場になる可能性が非常に高いということです。
でそのためには私が今はもう過去に向かってばかりじゃなく、これから起こる戦争、これから沖縄が歩まされる戦場への道へどうにかこれを止めなければいけないんじゃないかっていうのが、そういう思いで今この現場に来ました。よし、警察官の皆さんにぜひ聞いてほしいことが、沖縄戦の時にもちょうど同じようなことが行われています。100回。それは沖縄戦の時に初年兵と言われている19歳、あるいは20歳、まだ徴兵年齢に達してなかったような人たちが急遽兵隊として徴兵されました。その人たちはいわゆる日本兵として組み込まれていくんですけども、その人たちが一番やりたくなかったことをさせられたのがあります。それはどういうことかというと、壕の中に隠れている住民を日本兵の上官がこう言います。お前は沖縄人だろう、沖縄の言葉が通じるから沖縄の住民を壕の中から追い出して、外へ追い出せと。同じようなことを今皆さんが沖縄県の警察官が沖縄の住民に対してやっているように私には見えます。そうだよ、沖縄の住民が基地の警察に対して反対しようとしていることに対して、沖縄の警察を使ってその基地建設、平和の願いに逆行するような戦争の道を歩まされる基地建設に対して反対を唱える住民を、沖縄の警察官であるお前たちが沖縄の住民を制圧してこい、抑えてこいって言われて、今やっているのがちょうど日本兵、要するに日本兵が沖縄の初年兵に対して命令していたのと同じような姿に私には映ってて、ぜひとも皆さんにもうこれ以上沖縄の住民をいじめるのはやめてくださいということを言いたくてここに来ました。どうか同じうちなんつとして、これから先沖縄がどういう道を歩めばいいのかということを皆さんも一人一人が考えてほしいと思います。皆さんは警察官になるとき多分思っていたはずです。県民の住民の安心安全のために警察官になりたいというふうな気持ちがあったと思います。果たして今やっていることっていうのが、果たして本当に住民の安心安全に貢献していることなんでしょうか。どうか皆さんの初心に返って、本当に必要なこと、本当に大事なこと、自分の家族に対して皆さんが20年後30年後、お父さんはこういう仕事をしてきたんだよっていうふうなことを果たして言えるのでしょうか。私たちは皆さんを敵だとは思っていません。むしろ同じうちなんすだと思っています。どうかこれから我々県民と一緒に新しい沖縄を作っていく、基地のない沖縄、平和の沖縄を作っていくっていうふうなことをどうぞ自分の心の中で反芻してください。もし皆さんが我々を弾圧していること、県民を弾圧していることに対して心の痛みを覚えるんだったらば、その心の痛みを大事にしてください。その痛みっていうのは皆さんの人間であることの証明なんです。どうかぜひとも自分が何のために警察官になったのかっていうふうなことをもう一度思い起こして、自分自身を見つめ直してください。私はできたらば皆さんに良心的現場忌避、それを呼びかけたいと思います。皆さんご存知と思いますけれども、徴兵制が執行されている国々において、徴兵制、いわゆる兵隊として徴兵されて、その兵隊になることはその国の国民にとって大事な義務だというふうに言われている国においても、良心的徴兵拒否というのがあります。これは
自分の良心に従えば戦争で人を殺すことはしたくないっていうふうな、それを人間の権利として認めてくれてるんです。それを同じような視点から皆さんにも呼びかけたいと思います。それは良心的憲法規範ということです。自分の良心に従えば住民を弾圧する、非暴力を唱えて戦争を嫌だっていうふうなことを唱えてる住民に対して弾圧することはしたくない、そういう現場に配置することを自分はできたら避けたいっていうふうな、それを私は良心的憲法規範っていうふうに呼んでます。そのことはまだ権利として確立されてるわけではありません。しかしこれから先皆さん一人一人に人間として自分の良心に従えば、辺野古においてキャンプシュワブの前において非暴力を標榜して唱えて平和を求める住民、おじいおばを弾圧することに対して制圧することに対しては自分の良心の痛みを覚えるから、ぜひともこの現場に自分を配置させないでくださいっていうふうな言い方、私はこれは人間として十分通用することだと思います。どうか皆さん、皆さんは国家公務員としていい職業に就いたっていうふうに家族の皆さん思ってるかもしれませんけど、本当に果たして人間としてこのことがいい仕事なのかどうかっていうふうなこと、それも含めてもう一度自分の両親とゆっくり向かい合ってみてください。すみません、本当に大事な話では、大事なことなんですけども、拙い話で申し訳ありません。私は皆さんがうちなんつじゃない日本人の上官から命令されてうちなんつを弾圧することに対してむしろかわいそうだと思ってます。どうか自らの良心を迎え合ってその心の痛みを大事にしてください。以上です。あ、いや、とってもいい話でした。ありがとうございます。福祉さんでした。ありがとうございます。まあ本当に、遺骨を収集しながら、平和を、本当に、願ってる、思ってる、お一人だと思います。素晴らしい。これから、この沖縄がまた再び、戦場にされる、新たな、米軍基地も作られ、基地機能強化され、オスプレイ100機、F35 も配備をされる。それを私たち県民は止めるために正当な抗議の行動を行っているだけです。私たちは犯罪者でも何でもありません。悪いことはしていません。県警の皆さん、しっかりそこは分かるべきです。不当に私たちを力ずくで封じ込めるようなことはしてはなりません。正当な抗議としてこの多くの県民が新基地建設に反対をしているだけだ、はい、それだけだ。海上保安庁もあの巡視船をあれだけ大浦に向かわせて犯罪者扱いのように我々の抗議をするあのチームを不当にも暴力で弾圧をしている。私たちは会場でゲート前で正当にこの辺野古新基地建設を止めるために頑張っているだけだ。犯罪者でもない住民に市民に近づくで牙を剥くのはやめなさい、はい、今不当にも拘束をされている仲間二人を直ちに解放しなさい。解放しなさい。解放しなさい。昨日のことは決して私たち県民は忘れません。決して忘れない。そして許さない。許してはなりません。これからも辺野古新基地建設は時間がかかる、そして長い長い取り組みだ。
決して今後このようなことは私たち県民が許しません。名護省県警そして沖縄防衛局海上保安庁の横暴を私たち県民は決して許しません。許さんぞ。辺野古新基地建設を止めるために基地建設を止めるために戦争をさせない沖縄を作るために私たち県民は立ち上がっているだけだ。権力で押さえつけることをやめよう。力ずくで住民を排除することをやめよう。直ちに私たちの仲間を直ちに解放しなさい。今すぐ解放しなさい。私たちの仲間を返せ。仲間を返せ。不当な拘束を認めない。不当な逮捕を認めない。米軍の言いなりになるな。県警は米軍の言いなりになるな。あれは不当な拘束に間違いない。県警もそう認めてる。直ちに仲間を解放せよ。米軍の言いなりになるな。ここは日本だ、沖縄だ。米軍ではない、植民地でもない。直ちに解放しなさい。そうだ、米軍の言いなりになるな。そうです。直ちに私たちの仲間を解放しなさい。今すぐ解放しなさい。はい、早く返して。不当に拘束をした私たちの仲間を直ちに解放しなさい。仲間を今すぐ解放しなさい。仲間を超えて。先ほど、私たちの弁護士が出てきました。今、少し調整をしていると思いますが、報告があると思いますので、後でまた皆さんにも、報告をさせていただきたいというふうにも、思います。奥の各議員が来てます。中区の荒垣議員です。よろしくお願いします。はい、議員さん駆けつけてくれてるみたいですね。中区の議員してます、荒垣博正です。いやー、辺野古の、ね、ゲートで毎日のように戦いを繰り広げている皆さん、本当にご苦労様です。私もこの辺野古には新基地を作らせないという思いで、今日駆けつけてきました。実は先ほどお話しされました具志堅さんの運転手として今ここにやってまいりました。具志堅さんのお話を聞いていると心を打つ話だと思います。うちの話だったら、あの話はストレートに受け取っていくべきだと思います。警察の皆さんも人の心を持っている一人一人だと思います。私は信じております。皆さんが本当にうちの安置の心を持っていたら、このような不当な逮捕はしてはいけない。これをぜひ分かっていただきたい。皆さんにも奥さん、そして子供たちがいると思います。学校行ってるかもしれませんね、今の時間。そして奥さんも家事をしているか、あるいはパートで働いているか分かりません。この沖縄に住んでいる仲間です、私たちも。皆さんと本当は対峙したくない。本当は共有して手をつないで、沖縄県の一人一人として仲良くしていきたい。その思いです。しかしながら、残念ながら背後にいる政府や権力者によって、皆さんはこのように私たちと対峙しなければならない不幸な関係になっております。これは本当に悲しいことです。このような悲しい現実をいつまで続けるんですか。私たちはこういった関係はぜひやめていきたいと思っているんです。警察の皆さんと対峙するというのは本当は県民としてとっても不幸です。皆さんにとっても不幸です。お互い不幸ですね。こういういがみ合いがいつまでも続くという、うちらんち同士いがみ合うというのは、先ほど具志堅さんが言ったように恐ろしい戦争につながっていく背景がここにあると思います。ぜひこのようなことがないことを私は願って、皆さんが一日も早く人間らしい心としての沖縄県民、そして日本人に戻ってほしいというふうに訴えながら、私からの訴えを終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。中区村議の荒垣議員でした。ありがとうございます。私たちも、ゲート前で、抗議の行動をしながら、やはり、埋め立て関連の、車は、中に入れない、そんな行動と
やってきました。当然、機動隊と、ぶつかったりもしてます。その時は当然、私たちは車を入れさせないその思いで、踏ん張ります。しかし、今いろんな話し合いがあります。当然、ほとんどの、機動隊は、同じ県民でもありますし、当然、心の底からいつも退治をするものでは、ありません。私たちは、沖縄の、平和のため、未来のために、またわらば孫のために米軍基地を作らせない。尾長知事が選挙戦の時も言ってました。この名護市もそう、県民もそう、この基地問題で県民がいつもぶつかって退治をして二分をされてきました。その上で中央の方で何人かの人がいつも笑っている。県民だけをぶつけさせて退治をさせていがみ合いをさせて、そして上では笑って基地建設を推し進める。そのことに当然県民は怒っていますし、皆さんもその思いはあるのかもしれません。割ったウチナーのためにやっている行動です。本当警察官じゃなかったらこっち来てる人いるかもしれませんね。ただ犯罪者みたいに扱うのはやめなさい。私たちは正当な法律の範囲で表現を自由に認められた憲法の保障の中でしっかりと県民が一つになって、全国の仲間が一つになってゲート前で会場で抗議をしている。今回の総裁法は決して私たちの暴力や法を逸脱した行為で拘束されたものではない。誰が見てもメディアが見ても皆さんが見てもそうだったはずである。米軍のあの県民を侮辱した行為を私たちは決して許さない。仲間をわざわざベースの中に引きずり込むような形で不当に拘束をすることは決してあってはならないし、認められるものではない。直ちに県警は名護署は私たちの仲間を解放しなさい。仲間を今すぐ解放しなさい。それが今県警が名護署がすぐやるということである。そうだ、心前で私たちが入らないように警備することではない。名護署長は直ちに私たちの仲間を解放する。それが今やるべきことである。仲間を解放するよう強く要求する仲間を解放しなさい。
安全相談所と書いてあります。今歩道に抗議している人が立っていることは通行の邪魔になりませんか。校内に向けて堂々と抗議を受けるべきじゃないですか。名古屋所長、歩道に抗議する方がたくさん集まって通行の邪魔になりかねません。校内は広く空いています。校内に入れて抗議を受け入れることを要請いたします。お願いします。抗議なんてじゃあね、責任者なんで校内に入れないのか、責任ある方の釈明を求めます。誰かいないですか。なんでこれに入れないか、邪魔だって言うんじゃないか。俺用事があるから来てるんだよ。なんで入れない。用事があるから入れて。どうしたこれ入れるんじゃないですか。警察に皆さん、公権力を行使するときには市民県民の抗議が伴います。その抗議を受けて立つ姿勢はあるべきじゃないですか。皆さんは自分の行動が 100% 正しいという思い上がりで悲しいけどいいよ。もやっているんじゃないでしょう。普通に話したらいいのにさ。受け入れる姿勢を示しなさい。ロボコップ、責任者誰かおりませんか。これね、誰考えてもおかしいんですよ。おかしいからだよ。こんなに歩道に邪魔なってるのに、この抗議は不法な抗議ですか。正当な抗議じゃありませんか。正当な抗議は正当に受け入れるべきじゃないですか。同じ沖縄の人なのに普通に話して、なんでイライラするのかね。今ありました、公共施設を簡単に私たちがなんか犯罪者みたいに入れないというのも、そこにも強く抗議をします。トイレも入らさん、しっかり。私たちは一般市民、県民だ。そのことをしっかり分かりなさい。先生はトイレくらい沸かして。先ほど松本弁護士が、はい、説教の方に出てきました。ちょっと報告をお願いいたします。はい、弁護士さんの説明始まります。おはようございます。弁護士の松本です。おはようございます。先ほどですね、お二人の方とお会いしてきました。で、まあ、話せないことも多いんですけれど、簡単にですね、話せる内容としてお伝えすることがあるので、まずですね、お二人のご様子なんですけれど、まあ、体調としては何の問題もなく元気な様子を見せていただけました。そして、朝から皆さんがですね、してもらっているこの抗議活動についても中の方まできちんと聞こえておりまして、励みになっているということを言っててですね、それをぜひ外の皆さんに伝えてください。弁護士の話の間に、警備の配置が変わりましたね。あと今後についてなんですが、まあ、今回の件については、まあ、明らかに盗難柄の拘束であるというふうに私たち弁護団の方でも考えております。それで、今日の午後にですね、お二人の身柄は那覇地方検察庁の本庁那覇にあるところに連れて行かれるということになっておりまして、はい、でその時にですね、今度は検察官という人が交流といって、さらに身柄拘束を継続するかどうかの手続きをするかしないのかという判断をすることになっています。その前に、今もう那覇の方で弁護士が何人も動いておりまして、検察官の方に、身柄拘束を続ける交流請求という手続きを裁判所に対してしないようにということを申し入れをした上で、今日中に釈放をしてもらいたいと、今日中に釈放させるというつもりで今弁護団の方も頑張っております。
まあ、これまでも何回か辺野古でこういうトラブルがありましたけれども、まあ、いずれも翌日ぐらいには釈放されておりますので、今回についても検察官の方にですね、適正な判断をしてもらいたいというふうに考えておりますし、まあ、私たちの考えている通りの結論が出るだろうと期待して今やっているところです。お願いします。なので、まあ、皆さんも大変雨も今日来てましたし大変だと思いますけれど、皆さんの声がきちんと中に伝わってお二人の励みになっておりますので、これからも頑張って続けていただければなというふうに思います。ありがとうございました。誰も話してくれんよ、おしゃべりしてくれない。まあ、長所と、いろいろ交渉してきました松本弁護士の報告です。今、入りました通り、2人は大変元気だと。そして、昨日、今日、この講義の私たちの思いが中にいる2人に、しっかり届いているということです。それから、午後ですね、まあ、検察に、身柄は送られるけど、まあ、あの交流の、請求ですね、これが、まあ、ないように当然あの私たちの弁護団が動いてますし、まあ、どういう結果になるだろうというふうな、ことであります。当然といえば当然であります。本当に、高速、まあ、もう写真とか見るとですね、現地にいね、まあいなかった方にもですね、本当に、引きずられるように米軍に引っ張られる、ああいうことを今この米軍が、やっている、決して許してはならない不当な行為であり、即座にやはり、釈放されるべきではあります。まあ、今日の午後、そういう動きがあるというふうな、報告でした。まあ、私たちはここで、抗議をですね、朝から、続けています。そういう動きで、午後もですね、ここで、まあ、やりたいというふうにも、思いますが、いろいろ挑戦してまた皆さんにもお知らせしたいと思います。今日中の、2人の、不当な、拘束、逮捕から、解放、されることを、しっかりここで、支えてまい、りましょう。その結果が出るでしょう。はい、ありがとうございます。多くの方、今シマフレクの皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、バスで、駆けつけていただきました。本当に、大人数で、はい、本当にありがとうございます。理由もなく捕まってる事態がおかしいですからね。はい。それでは、あの島国の皆さんも、まあ、駆けつけていただきました。みんなで、また、仲間2人に、声を届けたいと思います。それでですね、まあ、ここは一般の歩道ですから、通行人も、当然いらっしゃいますので、まあ、できるだけどうしましょうかね、こっち側に、名古屋の、壁の方に、まあ、寄るか、とにかくあの一般の方の通行のスペースは確保しましょう。じゃあ真ん中を開けるということにしましょうかね。今、両側にいますので、ぜひあの、はい、一般の方通してくださいね。それでは成功、よし、成功、よし、我々の仲間を勝て、我々の仲間を勝て、仲間を勝て、直ちに返せ、直ちに返せ、不当拘束をやめろ、不当拘束を許さんぞ、不当拘束を許さんぞ、不当拘束を許さんぞ、県民は負けないぞ、我々は負けないぞ、中にいる仲間も負けないぞ、中にいる仲間も負けないぞ、
今すぐ解放せよ、仲間を解放せよ、仲間を解放せよ、仲間を解放せよ、高校を卒業さんぞ、高校を卒業さんぞ、住民団を卒業さんぞ。何言ってんですか、沖縄県民ですけど。仲間を変えて。それは無視ですか。仲間を変えて。はい。全然コメントが違いなので。仲間を変えて。ブロックします。仲間を変えて。東高卒業さんぞ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 、仲間を返せ、仲間を返せ、仲間を返せ、住民団集めろ、住民団集めろ、住民団集めろ、米軍に屈するな、米軍に屈するな、仲間を返せ、仲間を返せ、仲間を返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、今すぐ返せ、相談しやめろ、相談しやめろ、相談しやめろ、仲間を返せ、仲間を返せ、ありがとうございます。早く返して、本当だよね、何に使うのかな、普通の県民移して何に使うのかな、もっと前に来てよ、何に使うのかな、沖縄県が入ってからかみんな風邪ひきになっちゃったね、インフルエンザかな、沖縄県警インフルエンザが蔓延してんじゃないの、名護市の奥の方からですね、まあこっち、まあ、いつもなんですけど、この抗議の姿を映してます、はい、なんかあれかな、私たちが悪いことしてるのかな、まあいいですけどね、仲間を返して、早く返して終わろうよ、早く返して、辺野古の海も返して、じゃあ、島ぐるみのバス誰です、ほらほら島ぐるみのバスの人たちも駆けつけるよ、島ぐるみ帰り那覇バスで、50の名で生徒連帯に来ました。あ、キジムナさん、受けるキジムナさん、ありがとうございます。生徒連帯のスプレーコール。名護市は仲間を返せ。あ、ハリネズミ君、元気ですか？名護市は、ありがとうございます。市民を返せ。名護市は市民を返せ。名護市は市民を返せ、不登校卒やめろ、不登校卒やめろ、不登校卒やめろ、不登校卒はやめろ、所長は出てこい、所長は説明してください、大城正人出てこ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 い、仲間を取り戻すまで戦うぞ、仲間を帰ってくるまで取り戻す、声上げるぞ、仲間を取り戻すまで戦うぞ、仲間を取り戻すまで声上げるぞ、我々は戦うぞ、我々は戦うぞ。
ここに集まった仲間の皆さん、もう一度宿題にしよう。よーし、名護署は市民を返せ。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 名護署は仲間を返せ。多分なんか言われたのかもしれない。あなたたちがやってることはおかしいことなんだよ、ね、怒ってるってことは何か言われたのかもしれない、ね、恥を知りなさいよ本当に。何のおかげでお前ら飯食うんだ。それでも俺ら部外者か、許可なんか入ったらあかんのかよ。どうも校内に入れなら入れない理由を言いなさいよ整然と。出席スタンプありがとうございます。恥を知りなさいよ、あんたたち。ボケーっとして。アダム、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 人間に戻りなさい。名護町前に集まってる仲間の皆さん。名護署に拘束されている2人に声援を送ります。ご協力をよろしくお願いします。仲間の二人、みんながいるぞ。仲間の二人、みんながついてるぞ。辺野古を中心まで共に戦おう。辺野古を中心まで共に頑張ろう。辺野古を中心まで共に戦おう。名護署前にみんなが来ているぞ。名護署前にみんなが来ているよ。名護署前に仲間が来ているぞ。名護署前にみんなが来ているよ。辺野古を中心まで共に頑張ろう。辺野古を中心まで共に頑張ろう。最後まで共に頑張ろう。最後まで共に頑張ろう。仲間と一緒に頑張ろう。仲間と一緒に共に頑張ろう。雨が止んでですね、だんだんまた暑くなってきました。あの日差しがですね。名護署を前に結集した仲間の皆さん、もう一度締め行こう。締め行こう。名護署は
返せ、仲間を返せ、名護市は市民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 を返せ、超高速やめろ、やめろ、所長は出てこい、所長出てこい、所長出てこい、大城雅人出てこい、大城雅人、大城雅人出てこい、取り戻すまで戦うぞ、取り戻すまで戦うぞ、仲間を取り戻すまで戦うぞ、我々は戦うぞ、最後の最後まで戦うぞ、最後の最後まで戦うぞ、早く返して、早く返しましょう、いいよ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 、もうやるなやるな、どうせ聞かないのに、はい、そうです、1時から1時半ぐらいの間にこちらは出るでしょう、はい、そこまで私たちはここで、継続して、やりましょうね、今も結構見たい、毎日、まあ、その時には当然、都市ではありません、警察には、まあ、もう行かなくてはなりませんので、警察官の、取り調べ判断が必要ですから、そこは、まあ、その時はですね、2人にもう激励の意味を込めてメールを送る形で、はい、出していきましょう、そこまでは、裏口の方でも、また他の人たちが声上げてますね、今、入り口なんですけど、裏口では、裏口からも声聞こえますね。何は、構いません、どうぞそこは、自分の判断でお願いしたいと思います。で、行った後です、そこから行った後は、この名護市も、もう、いませんので、一旦行動は閉じます、そして、それでこちらにまた戻ってきます。6時にここで再開をします、行った後は1回解散をして6時にまたここで、集会を開きながら2人の、釈放を要求をしていきたいというふうに思います、まあ、午後、那覇に向かうんでそれまでは、継続をして、で行った後はもうこの名護署にはお二人はいませんので、帰ってくる前に、夕方以降になるのですから、また6時にここで私たちは釈放を求める集会を持ちたいというふうに、思っています、まあ、今日は芝生連番も、ご覧しています、当然また戻られるでしょう、まあ、もう時間的に、そこはもう仕方がないことだと思いますが、可能な方はまた、1時半の宴会終了した後もまた6時ここに撤収をして仲間の2人を今日中に釈放させましょう、今日中に帰る方法を勝ち取りましょう、終わりましょう。みんな難儀さ。名護市前に撤収した仲間の皆さん、不当拘束されている仲間に声援を送ります。スペイン行こう。名護市にみんなが来てるぞ。名護市にみんな来てるよ。名護市にみんなが来てるぞ、ツイキャスでもみんなが
に人民が来てんだ。そう、ヒロジー、みんなが心配してるよ。全国の仲間が来てんだ。全国の仲間が見守ってるよ。全国の仲間が来てるぞ。全国の仲間がみんなもいるよ。最後まで共に戦おう。共に戦おう。最後まで共に戦おう。最後まで共に戦おう。戦争中止まで共に頑張ろう。基地なくなるまで共に頑張ろう。中止まで共に頑張ろう。この子中止まで共に頑張ろう。最後の最後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 まで共に頑張ろう。頑張ろう。今、名護町前で我々を不当に監視している警官たちにスプレーに行こう。スプレーに行こう。不当拘束をやるな。不当拘束をやるな。市民を返せ。市民を返せ。犯罪です。いやいや、それだけじゃなくて、まあ、いろんな暴力も引きずり込まれたりして、警察が引きずり込んだりして、暴力も現場ではありますからね、はい、同じコメントばかりしてたらダメですよ。はい、ブロックします。大城の雑魚を出てこい。仲間を返せ。仲間を返せ。解放まで戦うぞ。解放まで戦うぞ。最後の最後まで戦うぞ。みんなの力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 で戦うぞ。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 もう一度提言を送ります。よー、スプレー行こう。スプレー行こう。名護町にみんなが来てるぞ。名護町にみんなが来てるぞ。名護町に県民が来てるぞ。名護町に県民が来てるぞ。名護町に県民が来ているぞ。名護町に全国の仲間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 が来ているぞ。解放まで共に戦おう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 。辺野古中止まで共に戦おう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 。最後の最後まで共に戦おう。最後の最後まで共に戦おう。最後の最後まで共に戦おう。戦おう。頑張ろう。頑張ろう。よーし。
返さないとダメなんだよ。やっぱ何だ。はい、お疲れ様です。吉村さん、那覇地検というので那覇へ向かおうと思いましたら名護署の近くに。へえ、そうなんですね。吉村さん、そっか、那覇ってついてるから間違えそうだよね。うん、あ、コーヒーさん、そうそうそう、ありがとうございます。はい、ですね、あの朝方よりはどんどん治ってきてますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、いや早くあれね、早くひろじさんともう一人の、はい、男の子早く解放してもらいたいです。そうしないと安心してゲートの方にも戻れません。はい、まあちょっと違う話になりますが、与那国の、住民投票の方があれですね、まあ、基地賛成派が、まあ、ごめんなさい数字あんま覚えてないんですけど8対6ぐらいの割合で、基地推進賛成派の方に票が集まったそうですね。はい、ちょっとまあ小さな島だけに心配もしていましたけれども、ちょっと結果がそういう結果ということに なりましたね昨日ね。はい、まあ、島に住んでみないとわからないことがたくさん、与那国の島に住んでみないとわからないことがたくさんあると思うので、あまり、いろんなことは言えないんですけども、はい、与那国の方の、あ、そうそう、タックマンさん、そうそうそうですね。あ、はい、キジムナーさん、いえいえ、キジムナーさんもいつもお疲れ様です。あ、はい、あ、はいはい、命ずる宝さん、まだひろじさんともう一人、座り込みもう一人の男、まあ人がいるんだけど、二人まださ、あの名護署の中に拘束まだ入れられたまんまだよ。で、先ほど弁護士さんの説明があったんだけど、まあ予定通り行けば夕方には解放されるんじゃないかっていう情報が今出たばっかりで、まあ少しみんな、まあ、安心はしてるけど、こういう間違ったことをしてるのはおかしいから、はい、ちゃんとあんたたちは警察なのにこんな理由もない、理由もない逮捕もしておかしいよっていうことはちゃんと示して声を上げて、で、ひろじさんたちの帰りを応援して待ってるっていう感じですよ。はい、かなさん、はい、お疲れ様です。はい、かなさん、そうそうそう、もう分かってると思うんだけど、早く解放してほしいです。早くまたやることあるからね、ゲートの方でやることもあるし、早く解放してほしいです。
何もあの理由もない、県民の逮捕ということは事態が間違ってますからね。はい、そう警察に、まあ、米軍が捕まえて、最初憲兵隊が捕まえて、次に米軍が、捕まえた時に、あのヒロジさんたちは何もしてなかったんですよ。この時ゲートのオレンジのラインにちゃんと沿って中の方、中じゃない外側にいたんで、はい、でそれを無理やり引っ張られてしまって、そうで、あの米軍にですね、あの羽交い締めにされて、後ろ手を後ろにされた状態で手錠されたって言ってましたからね。手錠ですよ、もうひどいですよ。理由もないのに手錠されたって言ってますから、ああ、こんなにもう本当に本当許せないですよ。こんなこと本当許せない。だって自分のさ家族とかが理由もないのに手錠されてから捕まえられてって考えたらね、おかしいですよね。みんなそうだったら、そういう立場だったらもう、いやー、怒り通り越してもう警察署入ってますよ。みんな多分家族がこんなことされたらどう思いますか。はい、一応ですね、弁護士さんから あのさっき説明だったので、はい、また状況変わるっていうこともあるので確かな情報っていうことではないんですが、一応あの夕方に出てくるんじゃないかっていう話が出ました。はい、はい、じゃあ裏口の方にも行ってみますね。お疲れ様です。今名護署の、横通って後ろ側へ行きます。はい、だいぶですねちょっとずつ声が戻ってきました。はい、朝方はあの雨が降ってたので、傘とかカッパを用意してましたが、名護署に来て車から出たら晴れたので、はい、今はカッパ外してます。はい、じゃあ裏口から移しますね。はい、裏口もみんないますよ、たくさん。ありがとうございます。いただきます。はい、はい、チョコもらいました。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、私知ってるかもしれない。知ってる。コメス先生。コメス先生でしょう。うん、やっぱり覚えてないでしょう。小学校の時に。ナナ。ナナ。あげな。ナナ。新聞は読んだよ。あ、そうなんだ。お父さんがその後ね、お父さんと一緒に乗った起きたバスに、そうしたから、あげなさ、ナナの新聞読んだって、あら、あれよ、何してるんだかって、今、どうしてる、まあ、
結婚もしてないし、まだみんな一緒大変で、今仕事も探してるし、うん、そうそう、本土に行ってたの？ああ、内地に行ったりしてた。あ、そうね、うん、帰ってきた。ね、でもだいぶ前に帰ってきたよ。本当、うん、で、那覇に住んだりとかいろいろやってたから、うん、そう、やっぱり、ナナすぐコメス先生だって分かったしかも、そう、コメス先生、あれ、あれか、うん、ビジットナナも行ったから、うん、ね、ミキ、そう、ミキも知ってるし、うん、そう、だから、あい、コメス先生って、その時めっちゃ話したわけ、うん、で、また今、また今なってから、うん、そう、そう、またね、いろいろこっち来てるでしょ、しょっちゅう息子さんもいるでしょ。ゆずく知ってる？そう、わかる、あのバンドとかやってるからね。あ、そうそうそう。で、あっちはでも自分のことわからんか、ミーキーと、うん、コメス先生しかわからないから、うん、ナナの話はミーキーがやったりしてるから。あ、本当に、うん、だから、あの塾に来てた頃はそうそう、あの、知ってるはずだけど、そう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 、うん、今ナイツってでもね、あと何か年かしたら約束して約束はするんだ。約束だけ。ナナも飛行機何いる？もう飛行機だ、うん、みんなでね、頑張るとね、頑張るところでね、そうそうそう、よかった、よかった。土曜日よった、うん、サンドでもらったでしょ。出てたでしょ。あ、行ったの？あ、行かなかった。この子にいた、あの時でも行ったのが、うちもそういえば22日だから、そうそう、にあ、22、21日だ、ね、うん、22日、ゆうたんごこちよく来るんだけど、うん、でも22日はまたあの麦の格好してから、そうそう、お菓子屋さんの15周年に呼ばれてると言って来れなかったわけ。コメス先生のだから、ね、お子さんって言ったら変だけど、ママと一緒の、ね、今日で面白いよ、分かるよ分かるよ、できるよできる、それがまたコメス先生のなんだと思ってから思ってたわけ。だからいつかコメス先生とも会えるかなと思ってたからさ。ナナはでも変わったよ。変わった？変わってる。だってナナショートカットだったからね、うん、とバレエも。だから今言われないと分からなかった、うん、ひょっとしたら聞いた、行った時には、うん、ひょっとしたらここにいるこの年齢は7だなと思ったけど、そうそう、名前言われるまでは分からないよ。まあ、かもしれないよく来てる？うん、7、辺野古ですよ、大体。だから辺野古はさ、1週間、2、3回ぐらい行ってたけど。あ、本当に、うん、でも、こっちの人は持って行ってるわけ。うん、お父さんはね、彼は。だけど、もう、ちょっと首の痛みがあるから最近は行かないから、私は今日ちょっとね、うん、1週間に1回ぐらいになっちゃってるけど、今は。あ、うん、そっか。こういうのがあったらさ、ミキこれ見て、すぐこっちに報告入る。こっちの方が早い。これやってくれる人が。そう、だから今もやってるからさ、うん、そう。ミキ見てるで言う。見てたらこうよね。でも分からんからね。うん、でもミキが見て、ミキからの方が情報が早いわ。ああ。お母さんどうなったらしいよ。テレア監督さんが、そんなまた会った。家のやつは、きっと言ってた。言ってたよとかね。あってからも情報が入るわけ。そっか。じゃあまたあれがね。いつかミキ帰ってきたら何だ、読むから。だからも、恥ずかしいけど、リーマン。何が何が。なんかだいぶ会ってなくてからに。そう、塾で一緒だったんだよね。二かね、二かね、二かね。なの二浪したから。高速許さんぞ。そっか、ミキは三浪したからね。だったっけ。うん。ナナよりは上。だったっけ。ナナ、昭和51年生だ。私は昭和50年生。あ、ミキさん。高速許さんぞ。高速許さんぞ。高速許さんぞ。あの時に電話を返せ、頭を返せ、頭を返せ、市民を返せ、市民を返せ、地味だってやめろ。
小学校の時の先生に会いましたよ。はい、すいません。返せ。小学校って何年前かひゃーって感じなんですけどね。はい。こんなところで会えてよかったです。まあこんなところでって名護署だけど。仲間を返せ。不登校高速やめろ、高速やめろ、許さんぞ、二段ス許さんぞ、仲間を変えて、髪を変えて、